成田高速鉄道アクセスの線路を走るスカイライナーとアクセス特急成田高速鉄道アクセスが施設を保有する成田湯川駅成田高速鉄道アクセス株式会社は京成電鉄が運行する成田空港線のうち陰馬日本医大駅成田空港高速鉄道接続点の鉄道施設を保有する第三種鉄道事業者である第三セクター方式の会社である本社は 千葉県船橋市本町2丁目10の14に置く。成田高速鉄道アクセスは、施設を保有するのみの鉄道会社であり、列車の運行及び、駅の運営はすべて、京成電鉄が行う上下分離方式となっている。そのため、運行会社である京成電鉄は、成田高速鉄道アクセスに対し線路使用料を支払い運行を行っている。なお、経緯については、 以下の項目を参照されたい。成田スカイアクセス線東京都心部から成田国際空港への所要時間短縮を目的とし、千葉ニュータウンへのアクセス鉄道として開業していた北総鉄道北総線を延伸する形で成田国際空港まで直結させる運輸省の成田新高速鉄道計画の建設のために新東京国際空港公団や千葉県が主体となり、 2002年4月25日に設立された。2002年7月5日に国土交通省から鉄道事業を許可され、同月に環境アセスメントの手続きに入り、2006年2月4日に着工した。そして、印西市の印馬に本医大駅成田市、土屋の 10.7km の新規建設及び既存区間の改良を行い、2010年7月17日に、 開業した。開業後は、新型 AE 型スカイライナーが、日本の在来線では、最速となる、時速160キロメートル運転を開始することで、従来京成本線経由の初代 AE 型スカイライナーで51分かかっていた、日暮里空港第2ビル間を、最速36分で結ぶことになった。なお、開業初年度は、乗客数が予想を、 約6.7%下回ったものの、開業2年目には、成田国際空港の利用者に占める自家用車の比率が50%を下回るところまで、鉄道利用への移行が進むことになった。ありがとうございます。